初見さんですかあなたは <laughs> すいません私今日ちょっとああの明日ちょっと効果測定っていうのもありのちょっと疲れがちょっとだいぶ出てきてるので。 今日の配信短めなんですけどよかったら楽しんでてくださいなんで今日本当はカラオケかなって思ったんだけどちょっと声もあれなので <laughs> ゆるっとお話ししようかなとすみません イエー受付楽しかったです <laughs> え四4日の前座メンバーそうなんですよ皆さん楽しみにしててくださいなんと私なんと私えー、あるある曲デビューなのでネタバレになっちゃうから言わないけど。 そうなんですよ。夜は受付最後なんですよ。四日。なぎ、なぎさん推しは四日。ぜひ。お越しくださいませ。楽しみだー。なんでしょう。言わない。<laughs> 言わないでおく。 おはようって言ってる人がいますねえでも夜だけでも全然来てくださるだけで嬉しいですさあどうでしょう手かみてかしもてか結構コロコロ変わると思う <laughs> 免許証の受賞読まれたの初めてです <laughs> すいません <laughs> いやなんかなんか見ちゃうんですよ見ないようにしようと思ってても <laughs> そうなんで30日はちょっと申し訳ないんですけど私はちょっと社学ということでう <laughs> <laughs> いやー今日楽しかったです本当にいや見てないです住所はなるべく見ないようにしてる <laughs> 今日の公演楽しかったです見守りあこれ言っちゃっていいのかな <laughs> 楽しかったはあ 水色白振ってましたそういっぱいいていらっしゃって嬉しかったです今日私自己紹介の時にかえりさんを意識して自己紹介をしたんですよ気づきましたか皆さんかえりさん意識でやってましたそうなんですよ私自分の 最終も見つけるのめっちゃ得意でそうみんなになんかかん「かえりさんかりさんっぽく自己紹介したよ」って言ったら「えめっちゃ良かった」って言われてそうなんですよかえりさん意識で元気に元気よく <laughs> かえりさんっぽくやりました。 楽しかったでも夜公演の時にそのくるって回ってポーズするとかあるじゃないですかあそこの2個目のポーズを決めてなくてそれであのなんだろうこうやっちゃったんですよ私 <laughs> 日向さんポーズをしてしまって「あ大丈夫かなこれ」って思いながら <laughs> でも楽しかったですなんか。 絶対,絶対漏れたなーって思いながらやってました <laughs> これ <laughs> あやっちまったって思ったんだけど日向さんポーズで私刃がちっちゃいんですよ <laughs> そんな目立たないっていうかこんばんは今日はサボちゃんも「 元気でした <laughs> 寂しがってはいたけど元気でした <laughs> えやっぱ気づくんだみんな見てるんだね結構ちゃんと <laughs> なんかみんなになんか配信みんな朝配信やってるから朝やった方がいいのって聞いたらえ朝の方がなんかたくさん 見てくれるる方いいいっぱいいるよみたいな感じでそうみんな教えてくれたから明日朝やろうかなと思って効果測定効果測定の勉強をみんなで一緒にしようっていう <laughs> 配信になっちゃうかもしれないけどそうちゃんそう元気なさそうだったこんばんは大丈夫か? <laughs>」。 何時,頃何時頃がいいですかうん8時ぐらい8時から9時しようかなと思って最終日だし見るかなみんなでも私朝弱いからすっぴん配信になっちゃうかもしれないんですよ <laughs> えー、じゃあ7時8時にしようかなみんなそっちの方がいいよね 七時八時、七時,時から八時にしようかな。どうしよう。何時がいいんだろう、みんな。とりあえず七時の予定ではいます。いや。すっごい眠たい。<laughs> ちょっとこれから効果測定の勉強もしないと、なには。配当いっぱいありがとうございます。 七時とかかかちゃん起きるのか起ききれるるのな <laughs> でもどっ,ちどっちにしろ明日早起きしてあの勉強しようと思ってたから今日も公演の待ち時間効果測定の勉強をしてて先輩方に「えー、すごい頑張って」って言っていただけたので <laughs> え早起きして勉強したことありますよ。 さすが私でもなんか夜更かしするのが嫌だから朝早く起きて勉強してそのまま学校行くみたいなテスト当日とかはよくしてましたギリギリなんか本当にギリギリを責める人間だからでも私今の楽しみが4日なんですよだかやっとかって感じずっと出たくて出たくてしょうがなかったから 本当に嬉しいです出れて楽しみです <laughs> だからみんな4日来てください本当に <laughs> 合格祈願配信えでもあの <laughs> でも本当に効果速くて私本当に難しいと思っててえでもあの 現場で現場っていうか直接お会いできない方もでも配信というものが今世の中便利ですから <laughs> 配信というものがありましてぜひそちらもご視聴いただければと思いますね嬉しいよ日会えるんだよみんな超楽しみ私なんか 本当に楽しみ <laughs> だから結構メイクとか気合い入れるつもりこんばんは楽しみなんだけどめちゃくちゃあ早く4日にならないかな私メールでも言ったんですけどゴールデンウィークそれなんかそんな予定がなかったので パを予約ししてすっごい楽しみだからそう4日の日にはもうまつげがギャンギャンに上がってる状態だと思ってくださいえそうなんかメイク今日いつもとちょっと変えてここにピンクのキラキラをそう塗ったんですよで違い気づく人いるって言ったらそう気づいてくれたファンの方もい,いらっしゃってえすごいなちょっと怖いよって言っちゃったんで <laughs> すいません 気づいたメール見て多分みんな気づいたと思うんだよね近くで見ると分かるよね本当にキラキラで可愛いんですよなんか結構その結構前に買ったアイシャドウなんですけど <laughs> 本当にキラキラしててめっちゃ可愛いんですよ 特別な日には絶対これをつけるっていう感じしてる <laughs> 皆さん私本当によく声がガラガラになっちゃうですよね。そうみんな結構このアイシャドウなんですけどちょっと汚くてごめんねこここのピンクのキラキラを使ったんですよ今日は。 めっちゃキラキラするのわかるかなこの伝わらないね <laughs> 伝わらない <laughs> 伝わらない寂しいどうやったら伝わるあわかるかなちょっとめっちゃ指先テカってるんですよわ <laughs> かんないよね <laughs> 今日は本当に楽しかった分かったキラキラしてるあ,あなんかいやっぱいいですよね公園って楽しいっていうか そうだよね、楽しかったよねいや本当に私今日カイリさん意識してやったら本当になんかいい感じに自己紹介が盛り上がったのでてかなんか私も自己紹介のコールの時に世界一可愛いよとか言われたいんですけど誰か言ってくれないんですか <laughs> 誰か言ってくださる方はいないんですか私いつも待ってるんですけどなんか 誰も言ってくださらないの <laughs> で次の公演では <laughs>「ギが世界一可愛いよ」って言ってくださいね <laughs> お願いします <laughs> えみんな叫んでくれるんだえわかりますかえりさんって本当にお辞儀 かいですよね。私、あそこまで、その。腰が曲がらないっていうか。なぎが世界一可愛いよ、待ってます、楽しみにしてますね。<laughs> ずっと、そわそわして待ってるの。でも、いつも来ないから。たまに来るんだけど、今日は来なかった。 いやー本当に楽しみだでもゴールデンウィークなんとなんとお友達が遊びに誘ってくれましたわ <laughs> い暇人ではなくなりましたね自分で言っちゃえばそれはやばい <laughs> いちゃんがいっちゃんかわいいよっていう <laughs> え「えお願いします」言ってほしいいや本当に そうなんですよ軽トラ女も誘ってくれたんですけどその高校生高1とか高2の時にやってたバイトのバイト先で仲良くなった女の子も誘ってくれて松パと軽トラ女とバ馬先女が誘ってくれたんで私3日はもう暇じゃないですねわい楽しみだ ケイトラの女の女子と遊んできます <laughs> でもなんか本人に言ったんですよなんかショールームっていうなんか配信アプリでなんかあんたのこと話したらなんかめっちゃみんな受けてたんだよねっつったらえマジ私もアイドルになれるかなって <laughs> そうなんです私の友達みんな癖強くてその バイト先の女の子はダンスが上手なんですよで今ダンスの学校通ってるんですけどたまにその k p o p アイドルのダンスとかを一緒に踊ったりしてそう教えてくれるんですよ丁寧に本当に分かりやすくてすごい楽しかったるいは友を呼ぶ本当だよね <laughs> また出遅れましたいらっしゃーい本当に声がさガラガラなんだけどでも馬先の女は結構割と何て言うんだろう私の友達の中では結構なんか常識にというか普通の女の子ですよちょっと癖強めだけど <laughs> でも本当になんかおしゃれな子でなんかネイル 自分でネイルをよくしてるんですけどネイルがすっごい上手でお店でやるみたいなネイルをしてくれるんですよあとなんだっけないつも髪色がコロコロ変わってる <laughs> 会うたびに変わってるなんかこの前は金髪だったのにこの前会ったら赤髪になったりとか <laughs> そうなんですよ服のセンスも良くて その子に関しては結構普通の子だからそんなになんか癖強いエピソードはないですねそう最近買ったこのネックレスが可愛くてめっちゃ可愛いですよね私最近リボンが大好きでなんかリボンをなんていうんだろうなんかリボンがついてるものをいっぱい買ってしまう 本当に可愛くてこれは一目惚れしてなんかいろんなアクセサリーあるんですよ私 <laughs> 唐突なアクセサリー紹介いろいろあるほんとによいしょなんかこれはイヤーカフなんですけど で、なんか付け方わかんないんで、なんかこんな感じで。つけるやつです。なんかちょっとかっこよくなるから、なんかその。使ってないんだけど <laughs>。そんなに使ってはないです。あとはなんか。こういう。リボン。めっちゃ可愛くないんですか、これ <laughs>。なんか <laughs>。なんかこれ絶対。 なんかお団子とかにつけたら可愛いと思って買いました2つこれはハートのネックレス普通の至ってシンプルなでも結構つき使いつ <laughs> き合いやすい <laughs> 使いやすくて。 よく使います <laughs>。あとはなんかまたリボン <laughs> またリボンのネックレスなんですけど可愛い,いのこのちっちゃいリボンがいっぱいついてて可愛い,いのそうなのいや全然かゆくないんだよね首はあとこのこういうこういう感じでつける ネックレスみたいな感じですえー、でも全部1,000円いかないくらいですねあとこのキラキラのヘアピンみたいなたまーにつけるんですけど本当にキラキラで可愛いですアイドルみたい <laughs> なんか顔がすっごい疲れ果てて お面白いなぎちゃんの私服どんな感じなんだろうえー、そうなんか私も結構いろんな服を着るんですよ。なんだなんかチャットとかで結構載せてるんですけどなんか私って多分あんまりなんかふわふわ着ないみたいなイメージあるかもしれないんですけど私バレンタインの時のニコみ <laughs> ほら <laughs> んかニコナマさんの時はなんかここにでっかいリボンがついたピンクのお洋服ワンピースを着ててそうなんですよ甘々系の服を着てたりあとは水色のニットを着てたりリボンつけてとかこれは結構あの最近買ったシャツなんですけど。 なんか本当に着心地よくてなんかこの季節にぴったりみたいなめっちゃねなんかいいの <laughs> ずっと着てます昨日チャットに載せてたそのショールームでも着てたんですけどなんか T シャツの <laughs> キティちゃんの。 T シャツなんですけどそれなんか一応隠した方がいいなと思って <laughs> 自分で絵を描きました <laughs> そうなんですよ私結構私服がなんだろう結構おしゃれするのが楽しくてそれで結構本当にいろんな服を着るんですよねなんか系統にそんななんだろう縛られてないっていうか なん,だろうなんか大人っぽい服も着るしめっちゃ可愛いキュロキュロ系の服も着るしみたいなそうなんですよなんか本当に変な帽子変な形の帽子を買ったりしてメンバーに「それ似合うの凪ちゃんだけだよ」とか言われたりして <laughs> ワンピースめっちゃ着ます編みタイツは履かないですね <laughs> さすがにワンピースよく着るな私お気に入りのワンピースがあって黒いキャミワンピーなんですけど後ろにでっかいリボンついてるんですよなんかリボンついてると本当に可愛くて買っちゃうリボンついてればとりあえず可愛いな買っちゃうかなってなっちゃうえチャットで全身コーデえいいねそれやろうかな そう、黒に合う。ディズニー、そうじゃないな。<laughs> こんばんは。なぎちゃんの誕生日。誕生月のおしゃべり会、今から楽しみ。え、それな。みんな。ぜひ、よろしくお願いしますね。たくさんしゃべりましょう。でも、私、受付の時に、本当に緊張してしまって。<laughs> 全然喋れない方も。 いるいらっしゃるんですよあ全然しゃべれなかったの申し訳ないなって <laughs> なんだろうなんか私私から話しかけていいのかなみたいな時があって本当に人見知りだからなんかなんかそういうのめっちゃふ深く考えちゃって声かけられなくて後で後悔するっていう。<laughs> いつもなんか一人で反省会してるえ緊張しちゃうんですよやっぱり皆さんすっごい目を見てくださって <laughs> えそんな見られると恥ずかしい <laughs> って思いながらすっごい皆さんもずっとに目をしっかりこうじっと見てくださって <laughs> 練習しときます こんばんばはそうですよでも最近は本当に自然にお話しできる方もいらっしゃってなんかお互いけドけドしちゃうとあダメなんですよ私なんか喋 <laughs> れなくなっちゃう <laughs>。 もっと喋れるも,もちゃんぐらい喋れるようになりたいな <laughs> ももちゃんと受付やるときすごいなって思うめっちゃ喋れるのだっても,ももちゃんの配信見ました <laughs> すごい <laughs> キラッキラ <laughs> びっくりした そうですよね、受付でほんとランダムだよねえコマもねすごいよね私コマと受付したことあるかなないかも今度しようと <laughs> いやほんとなんかドキドキしちゃうんですよファンの方とお話するのってなんかファンの方の緊張も伝わってみたいな <laughs> えやばいよね <laughs> 私はももちゃんの熱に負けて話せないオタクわ <laughs> かるのちょっとこんばんはこまちゃんは本当にね本当に話しやすそうだよねはらちゃんも結構みんな喋りやすいんじゃないですか結構グイグイ来てくれるから。 なんか私は顔をそらしちゃうんですよ恥ずかしくなっちゃって <laughs> 本当によくないよね気をつけますだから今日私にそっぽ向かれた方はすいませんでしたギ <laughs> 受付今日で2回目でした <laughs> すごい指捨て <laughs> ありがとうございますいつもももちゃんの真似 <laughs> それ私しかできないと思う ももちゃんいいよね本当にも,もちゃん大好きなんかも,もちゃんがいなかったら私こんな元気じゃなかった <laughs> なんかも,もちゃんがいてくれたから今の私がいるんですよ本当になんか休みの日とかも LINE くれたりして。 まあでもそれはメリーちゃんもなんですけどメリーちゃんはよくアポなしで夜中に電話をかけたり <laughs> してくるのでちょっとそれはやめていただきたいんですけどメリーちゃんもよく連絡をくれるので本当に偉大だよおもちゃんは明日朝できるかなめちゃめちゃ眠いんだよね今。 メリーちゃんとよくお出かけしてますよなんかメリーちゃんとはなんか気が合うっていうかなんだろう一緒に居やすいんですよ先輩で話しかけやすいなえー皆さん本当に親しみやすいですけどでも そうだな。なんか私的には割と優陽さんとみゆみゆさんがお話しやすいかなってなんか人お二人ともなんか私の <laughs> なんか「えー、まあそうだみゆみゆさんに声かけるの忘れてた」<laughs> ああそうだ <laughs> あーちょっとオタクっぽくなっちゃうんですけど私今日ゆうはさんが夜公演でお団子してたんですよ。めっちゃ可愛くてなんかなんでそんなにそのアップスタイルが似合うんだろうって。んかゆうはさんって何だろうフェイスラインがめっちゃい。 綺麗なんですよわかる <laughs> なんかなんだろうなんか本当に綺麗だしあフレンチクルーラーなんだ <laughs> なんかすっごい本当にそうなんですよ本当に似合ってて今日ずっとゆうさんのことを目で追ってました <laughs> オタクだ <laughs> ちょっと優ハさんの話になっちゃうんですけどあのこの前優ハさんと目が合ったんですよなんか結構距離あったんですけど目が合ってそしたらニコってしてくれて「うわーうわ」みたいな。 <laughs> 頭を抱えてしまいましたね本当にユハさんとの写真撮れてないです <laughs> なんかいつもその優陽さんのスマホで写真を撮ったりはそしていただけてるんですけど私のスマホで撮り忘れてしまうんですよあー <laughs> ああああ でも私も本当と優陽さんのソロだけソロでいい <laughs> 私いらない <laughs> えでも何回かその写真は撮らせていただいてるんですけど私のスマホになくて <laughs> なんで本当に私人見知りを直したい 知るっていうか私本当にその何だろうあダメめっちゃ可愛いって思った人に対してそのなかなか目を合わせられまず目を合わせられないんですよ。<laughs> きょろきょろしちゃうっていうか「送ってもらえます今度」みゆみゆさんとのお写真そうなんですよ。 ななかなか自分から声をかけられないっていうかえ、みえみえさんとご飯行ったら緊張しちゃって食べれないかもしれないほんとに眠,眠たい <laughs> あの昼公演の髪型もすごく似合ってたんですけど巻き髪巻き下ろし かわい,いなんであんなかわいいんでしょう <laughs> なんかもう憧れというか本んにお二人ともなんかこう手の届かない存在というかやばい眠い <laughs> 勉強しなきゃなのに ししましたありがとうございますなんかやっぱりこれよく言われるんですけど私って絶対にこう画面越しとかで見るよりその直接 <laughs> 直接目で見た方が可愛いいんですよだって私今こう携帯の奥にスマホ置いてるんですけど 明らかにこの鏡に映ってる私の方がかわいくてなんでだろうなんか画面越しでも自信なくはないんですけど本当に実物を見た方がかわいいからあでも本当に会いに来てほしい <laughs>。 会いに来たことない人、本当に来てほしい。可愛いもんだって。あった気がまだしてない。え、どういうこと。ね <laughs>、結構限界が来てます。 どれだけ眠いかっていうと1から100で表すと80ぐらいに眠いですね綺麗系かもえそうなんですよ綺麗系って言われるんですけど私かわいい系になりたいんですよねどっちかというとえもう寝れる全然寝れる配信中に寝そうだもんなんなら <laughs> 絶対ダメだけどね でもこれからシャワーを浴びて髪,が髪の毛を乾かして勉強してって考えると本当に気が遠くなるっていうかもう高加速って何回も何回も受けたくないんですよ私は <laughs> だって6回落ちてるんですよもう仮免の時から私よく湯船に浸かりながら寝ちゃうからさ 本当に危ないから皆さん気をつけてください <laughs> ドライヤーかけてあげたいえ三30分ぐらいかかるけど大丈夫 <laughs> いや次で決めたいでも絶対決まらない <laughs> こんばんはえ、そうスマホドボンよくするわ顔面ドボンもよくする湯船で寝るのは気を失ってるのと同じらしいから気をつけて <laughs> た<や>だ <laughs> えでもそれ聞いたことあるかもなんかパパがよぱらって帰ってきたときにお風呂で寝てたんですよえ、もう本当にやめてと思って <laughs> あ、公園全然お疲れ様楽しかったよえ、楽しかったですもちろこそありがとうございますみんな来てくださって初見ですおいらっしゃいませ <laughs> 寝ちは気絶だからねそうなんだよね本当によ酔ってる時はシャワーにしようしほ本当に心配で心配でさ <laughs> こんばんはいらっしゃいませお見送りでも凪ちゃんのキャラ出るの、ね、嘘う結構清楚にしてるつもりでよ <laughs> つもりね いや、本当に。公園から家に帰ったら、何することがいいですか。まずはお風呂に入って。寝る準備をして寝ますね。<laughs> すぐ。すぐにお休みさせていただきます。は <laughs>、まあ。ハートいっぱいありがとうございます。いや、楽しかったね、本当に。 え清風ってか清ですよ、ね、あれ私今まで清楚キャラでやってたつもりなんですけどあれあれえ <laughs> あれ <laughs> まだ新幹線の中ですや新幹線眠いよねえ,えなんでみんなそんなびっくりしてんの <laughs> え、<laughs> あれ、あれ。おかしいな。だ、黙ってれば。あ、え。え。<laughs> あれ。おかしいよね。<laughs> 清楚。なおかつセクシー。お姉さんキャラですよね。あれ。あ。お姉さんキャラなおかつ可愛い。 可愛いキャラじゃないああれあれ違ったかかかしししらおおいいいわね <laughs> ちょっとおかしいんじゃないえそうなんですよ私クールビューティー担当 <laughs> しようと思っててそのキャッチフレーズの時に「甘くて酸っぱい青春天使」ってやろうと思ったんですけど髪の毛が絡まるのでやめました。 暴れん坊ゲルシュわーありがとうございますくまちゃんギーバーさんありがとうございますいやおかしいね <laughs> あれあれなんか私後悔してるんですよあのオーディションの時にもうちょっとセンスなキャラでやってれば <laughs> ポンさんありがとうございますもうちょっと清楚なキャラでやってればその今こんなに <laughs> こんなに変なキャラになることはなかったのかなってもう手遅れかな <laughs> 無理 <laughs> そんなエゴで言わないでほしい <laughs> なんか夏ってぶっ飛びませんなんんかぶっ飛んじゃってたよねあの時は本当にいやギャルではないんですよなんか JK だったからやってギャルギャルやってきてたけどもう JK じゃないのでギャルはもう卒業 <laughs> 卒業させてくださいなんか自分でも私って何キャラなんだろうと思って。 いやいやいや <laughs> いや歯医者行きたくないです今日もお出迎えの時に歯医者行ってねってたくさん言われてもう分かったよ行くよ <laughs> やばいキャラえ <laughs> ぶっ飛び系 えでも夏のぎちゃんはその結構ぶっ飛んでてなんか変なこういうダンスとかしてたんで <laughs> そう歯医者に行けってガチでファンの方に怒られるっていう前代未聞のアイドル <laughs> でも嫌なんですよ歯医者って本当にやば眠すぎてぼーっとしてた いやそろっと私は寝る準備をしようかな10分までいたしますこのタコちゃんが歩いてくるのかわいいねいやおかしいな私清楚キャラで言ってたつもりなんだけどなあわ分かったキルキルキャラだよねあのキルキル担当だよね私って 私できる系と、あれ。甘くて酸っぱい青春天使ありがとうございます。<laughs> なんだっけ。<laughs> みんなの偉いないちゃんこと関根まねみです。よろしくお願いします。るんだよね。 あれ <laughs> え <laughs> え、最初からこのキャラじゃなかったっけサブイボ立ってる人がいる <laughs> <laughs> ねやだやめてよー <laughs> とりあえずなぎちゃんはあの <laughs> とりあえずなぎちゃんはクールビューティーお姉さん家だということで解決でよろしかったでしょうか <laughs> すいません <laughs> こんばんはもう終わるんですけどね <laughs> あ全然いけますよはい明日朝起きれるかどうかが問題なんですけど いや本当に <laughs> 皆さんが必死にカバーしてくれるのを面白おかしく見てる <laughs> えでも効果素って本当に恥ずかしいんですよ皆さん分かりますか自分のキャラが分かんない はい、7時から配信頑張りますマジ綺麗綺麗綺麗すごいめっちゃ言ってくれるんやん <laughs> えそうなんですよ仮面前は6回落ちてしまいました今回本面は3回までに受かりたい <laughs> 絶対に いほんとに絶対受かりたいなホワイトありがとうございます <laughs> 応援してるありがとうえでも効果測定は落ちてもお金かかんないんですよただあの本命の効果測定は模擬なんですよ だからお金はかかんないんだけど本当に本命の時は落ちたらお金がかかるのでもう本当に「あ <laughs> あああ何があってもへこたれない」「いや私だって人間なんですよへこたれてるよあ全然このまま寝れる <laughs> 全然寝れるけどよし誕生読みします」 13位、リリレレさん。ありがとうございます。12位、シジュウカルさん。ありがとうございます。11位、バリエントさん。<laughs> 10位、新潟風さん。9位、マスなんかさ、私、今までマスルさんって言ってたんだけど、マスルさん <laughs> マスルさん。ありがとうございます。8位、マナ,マナブンさん。7位、突破パ Q さん。 六位ワンワンさん、五位コミュニストさん、あれ、四 <laughs> 位カズチンさん、三位ギバさん、二マナポンさん、一シウンさんありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。え、<laughs> あてるはやさんありがとうございます。 いやこちらこそありがとうございましたすいませんなんかこんな意識飛びそうな画面で <laughs> いやいやこちらこそ楽しかった7時からやりますんでラギちゃんの虜いやそれアンナでしょあなんかテロハヤさんがすいませんいっぱいありがとうございますなんかすごいなんか虹色だいやこちらこそ楽しかった みんないい夢見るんだよ。<laughs> 明日ゴールデンウィーク3日目 ?2 日目かなじゃあ私は勉強して寝ますね。<laughs> 勉強するかな <laughs> バイバイ公演楽しかったです。ありがとうございました。 明日もお仕事ある人は頑張って、お休みの人は楽しんでね。バイバーイ。